止めてきました吉田正尚。オリックスまたリードを奪います。狙ってないんだって思わせてね、ちょっと甘かったですけどね。そんな、簡単なボールじゃないと思いますけども、はい、ただここは何かランナーを返すというようなバッティングに徹してきた吉田正尚。